向ヶ丘遊園は神奈川県川崎市多摩区町尾二丁目八の一で1927年から2002年まで営業していた小田急電鉄系の遊園地。遊園地は閉園したものの小田急小田原線の駅名として向ヶ丘遊園駅や近隣の店舗名で向ヶ丘遊園店、近隣のビルなどでは向ヶ丘遊園のようにその名残が遊園地や土地周辺で たた見られる。また、遊園内にあったバラ園は、川崎市が、生田緑地の一部として、管理を継承し、ボランティアが、バラの手入れなどを行い、春と秋の開花時期には、一般公開を行っている。閉園後宅地開発などが行われる予定であったが、凍結され、2018年に、再び開発計画が始動し、2023年度までに、人と自然が回復し合う。 丘のコンセプトで竣工を目指している。自然体験エリア、商業施設エリア、温浴施設エリアの3つのゾーンに分かれた開発となっている。敷地の大部分は遊具を撤去した状態で残っている。向ヶ丘遊園が立地する長尾地区が開園当時は向ヶ丘村に川崎市へ編入の一角だったために名付けられた。地名は向ヶ丘と読むが、当園名は 向こうが丘と読み、現在は校舎が定着しつつある。詳しくは向こうが丘を参照。花と緑の遊園地としての特徴を持ち、園内にはバラ園や梅園、温室、水仙や筒子の丘など多くの樹木があった。特にソメイヨシノが多数あり神奈川県有数のお花見の名所。1987年に本格的な蘭の展覧会も実施。 一方、中返りコースターやプールなどの遊戯施設、運動場や鉄道資料館、落き体験施設、ミニ動物園なども存在していた。主な遊戯施設向うが丘遊園閉園後も、市民によって手入れされ、残されている、生田緑地原園遊園地の営業廃止後、市民の要望を受ける形で、川崎市が園内原園の管理を引き継ぐ。 年2回無料で一般公開している。2008年12月跡地に藤子 F 藤尾ミュージアムの立地が決定。2011年9月3日引く跡地に藤子 F 藤尾ミュージアムが開館。2018年11月30日、小田急電鉄は向岡遊園の跡地利用について約16万2700平方メートルの開発地域に 自然体験エリア、商業施設エリア、温浴施設エリアの3地区を軸にした計画を発表した。12月中に環境影響評価書を提出し、2023年度の完成を目標としている。小田急電鉄は2007年に集合住宅を中心とした850個の住宅開発を発表していたが、再産性の面から白紙撤回していた。 ありがとうございます。